きゃだから。ごめんね、半ぐらいまで。遅く始めたのにすみません。テリーさん、井上志博さん、コンさん、ヤッシーさん、ハリちゃんさん、マコさん、ヤスさん、トマトトさん、平吉さん、ノリさん、味噌カツじいさん、ピーマンさん、ほっぺたぺにぷにさん、奈良西さん、タキュンさん、ケイスケさん、むちゃむちゃさん、兄さん、エッチさん、味噌カツじいさん、ハチさん、ベースさん、アキラさん、イズチャさん、ネコパンチさん、アキさん、アヤさん、マスオさん、クカクさん、KRD さん、ナスノさん、津田ひろふみさん、スーさん、チャーハン定食さん、こんばんは。中原さん、はじめまして、初見さん、こんばんは。そう、ヒッターさん、こんばんは。アーツさん、こんばんは。坪井ゆうすけさん、ハートありがとう。哲也さん、こんばんは。クレイジーさん、こんばんは。お、気づいた？前髪本当に数ミリだけ切った。多分あの公演の時さ、巻くから多分それでもうちょっと上がっていい長さになるかなと思って、これぐらいにしときました。そうそう、このカーテンのさ背景に来たらみんなにプラモデルを見せるって言ってたやつ。そう、明日は朝から集合して通しリハ、通しリハっていうのかな、一回練習みたいな船でして、多分朝から船は行くんだと思う。船行って、船かレッスン場かどっちか分からんけど、朝一回練習してお昼公演やって夜公演やります。頑張ります。さあ3回分するんだけど。ダンゴムシさん、ケイスケさん、お寿司さん、ベイアンさん、カメさん、マクフライさん、ハヤトさん、渇望の福岡さん、こんばんは。テルイさん、デイジーありがとう。お風呂入ります。つばゆうすけさん、けいすけさん、ともちんさん、コナンさん、こんばんは。テルイさん、デイジー、ヤスさん、デイジー、ベースさん、バラ、ベースさん、だるま、つばゆうすけさん、ハートありがとうございます。カピバラさん、こんばんは。そう、4周年は来週。あっちさん、こんばんは。村上さん、こんばんは。ほなさん、こんばんは。僕と、そう、数センチ切ってもね、そうよね。けいすけさん、こんばんは。明日は夜公演なので、クレー田島経由で行きます。イエイ。待っとる。中原さん、ハート、ありがとう。牛乳さん、ファイト、ありがとう。クレイジーさん、50年のありがとう。え、明日もカープ、いいな。行きたい。来週配信できないでしょ。いつ？どういうこと？マスオさん、50年のありがとう。僕対昼公演。席かなり後ろ方だけど、わかるかな？探す！頑張る。4周年もあと1週間。まずは僕隊の頭に切り替えて頑張ります。ヤスさん、50年のありがとう。公演当日できるじゃろ、多分15分ぐらいはできると思う。そんな朝早くないんじゃない？分からん。早起きすれば、5時とかから配信すればできるじゃろ、多分。県外行くわけじゃないし、船です。ドリーミンガールズ、久しぶり。本当に、ともあきさん、こんばんは。はなちゃんさん、ひでたろうさん、こんばんは。僕隊はピンマイカー公演よりも曲数多いし、本当なんかすごくもっと体力使うから、最後まで体力持てるように頑張ります。途中ではお水飲みに行かなくていいように頑張ります。テリーさん、50年のありがとう。トークンさん、こんばんは。 STA カフェいいな。 N700 さくらさん、こんばんは。広島サンプラザホールからレクトは徒歩で20分です。だって
井の口駅だっけがあるし、もしかしたらバスがあるんじゃない、レクト行きありそう。翔平さんこんばんは。メイド風のそう和服、和服大好きなんよね、ゆうな。本当にめっちゃめっちゃなんかびっくりというかそう、公演時間も 1.5 倍くらいだし曲もフルだし、そう困った体力問題本当に。踊れるのは多分元のなんていうの、踊り方に戻ったというか大丈夫だと思うけど。やめ落ちしたくまの軍隊さんこんばんおにゃんテリーさんハートありがとう。カフェ行きたい、新井の口駅か。オフショット、何のオフショット、アルパークからレクト行くバスだって。当たって、サンプラザホールの斜め前にアルパークっていうお店があって、そこからレクト行きのバスがあるんだって。それであれじゃない、お昼の時間潰せるんじゃないとか、早く着きすぎた人とか、まあ早く言うても3時間早く着いちゃったとかふーちゃん大好き、村新さん、総理さんこんばんは、冬物さんこんばんは。車で、車っていうかバスとかだったら10分ぐらいで着くと思う。10分もかからんと思う。広電なら商工センター入り口だって。レクト模様、レクトの模様電、模様電停は草津、あ、最寄りかな、最寄り電停、路面電車の駅かな。通知が来ない、どうしたの、切ったん通知。ケンジペイラさんこんばんはじゃあ夜公演の人がお昼公演スタートの時間ぐらいに着いちゃったらレクト行って、そう、いろいろお買い物したりとかしてみてください。しおさんこんばんは。プラモデル、プラモデル海上自衛隊、こんなやつ。スイカさんこんばんは。ここまでできたんよ。うわ、全然出してないけん、あ、取れた取れた取れた、受ける、取れたんだけど、取れたよあ、一番大事な部分取れたやん。ん、こっちか、取れたけど、まあいいや、こんな感じ。ここは取れた、超ボロボロなんだけど、面白い。こんな感じでございます。川本さんのプロモデル、あとは、あとはこういうちっちゃいやつ見える、こういうちっこい部品をつけてないけど、船の形はできた。いた、そう、これが初めてのプラモデル。これ確か1000円ぐらいだったんよ、チェケン買ってみたんよそう、あまり高いのはね、ちょっとね、こうやって飽きると思ったから、分かってたから。値段書いてないか、さすがに。あ、書いてあった、全然だった、2400円しとった、あ、ぼちぼちしとった
なっちゃんさん、ゆま、あ、ちょちょちょ、なっちゃんさんがこんばんは、ゆまぽんさんがハートありがとうございます。うん、スチューデンツのね、ドリンク美味しそう。今後だってなんかおもりみたいなの入れとるけん、本当に僕らしい。ニッパーも買ったんよね。トマキさん50年のありがとう。それのヤマト、すごい。サンプラザの宿、サンプラザの横にあるやつ。メイルくんこんにちは。アキラさん50年のありがとう。ヤスビさんこんばんは。そう、プロモデルどう。しよしさん、しんいちさん、浜崎さんこんばんは。 STA のプラモデルあったらいいな、作りたい。明石のかねちゃん、けんちゃんさんこんばんは、ありがとう。えいさくさん、ガチさんこんばんは。そう、ニッパー持ってる。ピンセットも買った。白さえ2本持ってるのにえらくアピールしてるおじさんがいたらオイラの可能性。了解了解ね、ぼちぼち値段しとったね。ヤスベさんが10年のありがとう。冬淵さん間違えた、ヤスベさんはこんばんは。冬淵さん、いとちゃさんが50年のありがとう。ほっぺたぷにぷにさんハートありがとう。ドリンク買ってから船行きます、待ってます。カメさん、デイジーありがとう。 STU48 号ね、プロモデル欲しいね。新一さんハートありがとう。サンプラザホールの隣がサンプラザホテル、そうなんじゃ、知らんかった。あれ別なんだと思っとった。またなんかあるじゃん、なんとかホテルみたいな、別なんだと思ってた。水鉄さんこんばんは。手先器用なの、うん、手先器用なのかな。そう、あまり大きいのにするとさ、置く場所にも困るし、高くても困っちゃうから。しおさんこんばんは。ジッパージッパーじゃないよ。明日はピンク緑でお願いします。サイリウム、明日僕隊来てくださる方はピンク緑をお願いします。まあ明日もゆりに、明日もいるよね多分。あきらさんだるまありがとう。やすべさんグリーネーのありがとう。まあまあまあ、僕隊はカラフルだからピンク緑で待ってます。そう、サンプラザの近くだからね。サンプラザじゃない、握手会、中小企業会館だっけ。ヤスビーさんが10年のありがとう。確かにガチャでも意見欲しいね。アッキーさんこんばんは。最近ほにゃららかいねっていう口癖映ってきた。ほんと？ユナゴ、ユナゴユナの言葉。ミニバードさん、ヒーくんさんこんばんは。塗装はね、あれで終わりみたい、塗らなくていいやつなんだって。ヤスベさんハートありがとう。あ、でもシールはある、なんか貼るやつが。ピンク緑お願いします。サンプラザホテル結構あれなのね、ファンの皆さんは知ってるのね。ピンク緑 OK、ありがとう、お願いします。au なら紹介動画、確かに嬉しい、それは嬉しい。なるみさん、メタボナンバー2さんこんばんは。343日ありがとうございます。ピンクと緑投げ中来ないと思う手振ったりとかだと思う。私は公園ピンク緑お願いします。
広島弁かいね。広島弁な気がする。なんとかかいね。違う？秋里さんこんばんは。宮本浩一さんこんばんは。うちはうちはうちは。あ、そっか。確かにお店限定とかかもしれないからいいと思うんだけど、写真だったら全部載せたらあれかもしれんけど、一瞬写真ならいいんじゃないかな。ダメかな、怒られちゃうかな。週刊 STU 号、あー作りたい。シュウアンコさん、パチパチパチ。しんいちさん、ライフハート、ありがとう。タカちゃんさん、シュウアンコさん、そよっちさん、こんにちは。ずっとピンク緑にするの？ちょっとあるものを作ろうかと思ってるけど、ピンクピンクにしたいけど、ピンクピンク、レイカちゃんだっけがいる間はずっとピンク緑だろうな。でもピンマイカーはピンクピンクでやりたいから、ユリンやと被っちゃうから、このピンク緑見分けつかないから。そう、すごい迷ってる。本当はピンクピンクが好きなのよ。ピンクピンクっていうかピンクが好きだから。そう、自宅から40分、いいね。広島近くじゃん。4周年の配信なかったっけ？ニコ生でなかったっけ？私サイリウムピンクと緑です。デイジーの折り紙ね、いいのがない。なんかふわふわした、なんかなんて言ったらいいんだろうね。こうヒュッヒュッヒュッみたいなのはあるんですけど、こうなんかピュン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 みたいなのが降りたくてないのよ。カニフミヤさんこんばんは。ピンク緑、そう、なんか1本ダメなんですかって言ったら、なんか2本書いてほしいみたいに言われて困ってる。だから最初はピンクピンクで出したんですよ。2本書かなきゃいけないから、ピンクピンクって同じ色書いたらかぶってるから変えてくださいって後で LINE 来て、後っていうかもう1、2ヶ月後ぐらいに LINE 来て、もう一回それで公演しちゃったんですよ。お披露目とか、お披露目公演も僕隊もう始まってたかな、急に変わっちゃってごめんなさいって感じ。白白白白誰だったっけ、サラピかタムかなんかおった気がする。ピンクと濃いピンクはリッセンちゃんだったっけ。まあここら辺なんか可愛い系の子らと被るわけさ、ザ・アイドルって感じの子らと被っちゃうから、どうやってもなんかピンク2色が使えなくて。ピンクが良かったよ。ピンクのものいっぱい持ってるしピンクの鼻かんとかもあるからさ、ピンクが良かった。うん、誕生日なのか。ねえ、ギフトのデイジーっぽい折り紙のがよくあれなのよね。クリハートさん、私は都合いい、ピンク&グリーン。そうなん。心拍さんこんばんは。ピンクオレンジだと俺が助かる。 DD 誰かと一緒ってこと。最高列、あら一番後ろ見えるかな。写真撮影の時にでも見えたら嬉しいな。将棋の貨車校舎の位置、4本
4本は大変やな。ふうさんが白白なのか。マスオさん、じいじー、ありがとうございます。ピンクは1本、レインボー。サンプラザホールはぼちぼち大きいけど、ちょっと言うのもそこでライブはしたことないけん分からんけど、バスケの試合を見に行った感じで言うと、あのこう長方形型なんですよね、こういう。でこうバスケのゴールがあってここら辺に、でもこの反対から反対側の人の顔見えるって感じだった。私が目がいいんかな。そんなそこまで遠くもない気がする。どっちの方向でやるんじゃろう。長い方でミステージ置くんかな。私もわかんない。バスケで行った時のことしかわかんない。ライブとかは見に行ったことないから。コシさんこんばんは。全身ピンク全身ピンクにしたらもう絶対見つけちゃう。広島の屋内で2番目のキャパだって。あれ？グリーンアリーナの次ってことか。強者って読むのね。ペンライトはパフュームからのあれで持たないです。そうなん？ずっと持たないって感じ。アヤパンとリズセンちゃんとユリニャとかも被ってる。そう、なんかエメラルドグリーンとブルーグリーンとみたいな、なんかすっごい微妙な色の分け方で被らんようにしてるんですけど、だからピンクとグリーン見つけても、あ、私じゃないなって。まあうちわとか一緒に持ってたらああいうなじゃってなるんだけど、もう基本リズセンちゃんとかだろうなって感じ。マイケーさんがピンクオレンジ。全然メンバーのあれ覚えれてないのよ。そう、ドラゴンフライズっていうバスケのチームのホーム体育館ホームスタジアムなんですよ。くんしずきさんこんばんは。スケモンさんこんばんは。カイクロンさんこんばんは。はじめまして。こんばんは。そう、バスケスケッチブック、本拠地か本拠地。アリちゃんさんもピンクピンク。多分一期生さんと被るのもダメだったっけ。なんかな。ゆきりすさんこんばんは。スケブ芸人はい。七並べのサイリウムは何色でも振ってくれれば反応する。そう、プロバスケチーム。バニラモンスターさんこんばんじゃ。マセキさんこんばんは。ピンク緑ピンク、ああ3本確かに。いつ引き換えできるんだろう。そろそろ40分ぐらいになっちゃう。早くお風呂入って寝なきゃ。川本さんのタイムリミットが。新一さんハートありがとうございます。そうなんですよ、サンプラザホールってドラゴンフレーズの本拠地で1回だけ前のシーズンに見に行ったことがあって、あやさんデイジーありがとう。あ、35分。じゃあランキング行こうかな。全然再販の予定確認してないんだけど、もうみんな買ってるよね。お話し会もっと追加したいよっていう人は、お財布に気をつけて。全然それでもいいんだけど、無理しないでね。たーくんさんこんばんは。
一応持ってきます、待ってます。私もライブは初めてだから、しかもバスケもその観客側で行ったしかないから全然わかんないんだけどそう、まあ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 楽しみながら頑張ろうと思います。ふふふって内緒よって、わかった言わないよ。3月14日よし、ランキングいこうかな。なんかなんか食べたかも。わかんない、これ食べたんかも。まあいいや、お風呂でうがい13位ホリちゃんさん、12位タンニさん、11位あやさん、10位ナスノさん、9位なるみさん、8位ヤマポンさん、7位ほっぺたぷにぷにさん、6位マスオさん、5位水鉄さん、4位クレイジーさん、3位アキラさん、2位テルイさん、1位スイカさん。髪の毛ついてる。はい、ダンジャーの皆さんありがとうございますステージ真ん中に道があるといいな。あ、なんか T 字型みたいな、憧れる憧れる新一さんハートありがとうございます。ダンジャーの皆さんありがとうございます。それでは今日も配信を見に来てくださった皆さんありがとうございました。おやすみなさい、お風呂に行ってきます。せーの、皆さん、はーい、和服メイドの販売始まってるのでぜひぜひチェックしてみてください。明日も夜配信です。こちらも再販始まってるのでぜひぜひお願いします。詳しくはオフィシャルサイトをご覧ください。それではありがとうございました。5、4、3、2、1、川またね、おやすみなさい、ありがとうございました。明日は僕対よろしくお願いします。川またね。